工場夜景といいますと、このように全体像を映すということが工場夜景の、まあ、一つの表現方法ということが言えるわけですが、今回はですね、ちょっとこの切り口ではなくて、こういうような工場夜景、通常の工場夜景の切り口ではなくてですね、ちょっと違う撮影の仕方を提案してみたいと思います。それはですね、レンズを開けて撮るということ、絞りを絞らずに撮るということですね。絞りを絞らずに果たして工場夜景どういうような表現ができるのかというのをちょっと見ていただきたいと思います。標準レンズ、今回は標準レンズ50-1を使っております。まずは工場夜景と、まあ、言えないかもしれませんけども、工場夜景を背景にした、まあ、撮影ということになりますね。こちらは 50mm の 1.4、 カールツアイスの 1.4 のプラナー 50mm 1.4 のレンズを使っております。こちら 1.4 開放で4秒、 ISO200、 夜景といえばですね、基本的に感度を上げることが多いですが、 1.4 という明るさがありますので、感度をあまり上げずにですね、表現することができるということですね。そういう意味でですね、光が奥にあるというこの特性をうまく利用して表現する、まあ、いわゆる背景を玉ぼけのようにして、そしてその工場から出てくる光を逆光線として捉えて表現するということができるわけですね。ですので、このように葉っぱが綺麗にクリアに雰囲気ある感じで映るわけです。この仕上げに関してはですね、少し色温度を補正しています。通常の状態、まあ、これ今自動になってるわけですけど、中光色でやるとこのような状態ですね。これはなぜかというとナトリウム灯ですよね。ナトリウム灯はオレンジ色の光をしてますので、まあ、この夕焼けのように映ってしまう。そこでこれをですね、中光色ではなくて自動にしてしまうとこのような色味に変わるわけです。あとは、まあ、この色温度補正を使って適当に赤みが欲しければ少し赤みの出すような表現方法もありますよね。まあ、色調に関してはこういう、まあ、イメージの作品になりますので、ぴったり合わせる必要はないと思います。まあ、50mm の 1.4 ですから、ちょっとハロが出ています。ハロというのはこういうにじみが出るわけですね。レンズの開放によるですね、ソフトフィルター効果みたいなもんですね。こういうようなちょっとにじんだ感じになるのはですね、この、まあ、ちょっとレトロなレンズを使ってますので余計にじみが出やすいということもあるんですが、このにじみ感が少しソフトのフィルターのような感じになりますよね。こういう感じで表現するのも面白いんではないかと思いますね。さあ、それでは別の作品を見ていただきたいと思うんですが、このようにこのフェンスのネットの間から写真を撮ったものですね。こちらがそうなわけですね。 1.4 開放で撮っています。1.3 秒ということですが、こうなるとですね、この実は枠がちょっと映っているんですが、もう思いっきり枠に近づけるとですね、ボケてくる。まあ、よく動物園などで金網越しに撮るときは望遠で使いますが、 1.4 のレンズの場合もですね、やはりその望遠レンズと同じようにですね、絞りが開けていればですね、このようにふわっとボケてくるわけですね。そうすると少し、まあ、それによってですね、こう周辺光量が落ちたみたいになっています。これは全く今画像処理をしておりません。でここからですね、ちょっと先ほどと同じようにホワイトバランス調整してみましょう。自動にするとこんな感じ。まあ、自動にした感じもいいんですが、まあ、少し色味のあった感じも悪くはないと思いますね。ですので少し戻してみると、適正な色というのはないですよね。ナトリウム灯の色がかぶってますので、まあ、そういったナトリウム灯の光も含めて表現をするという意味ではですね、こういった表現も面白いんではないかと思いますね。ですので、まあ、色調に関しては、まあ、その完全な質感を出すということになると、こう無機質な感じ、それと少し温かみがあって印象的な表現にするというのも一つの表現方法だと思います。もしくはですね、こういった色味の情報を除いて白黒にしてしまうと、そうすると、まあ、形そのもののですね、雰囲気が出てきて、コントラストを少し上げていくことによってこう質感を、まあ、強調するみたいな表現の仕方もできますね。でこの時に周りボケているので、まあ、ちょうど覆い焼きの効果のようなもの、ビネットの効果のようなものが乗ってきますので、まあ、面白いんではないかと思います。 1.4 の開放ですからピントが合わないんではないかと思うかもしれませんけど、どうでしょうか。そんなにピントが甘くありません。まあ、やはりその開放ですから若干解像度が弱い、エッジが弱いということですね。エッジが柔らかくなってしまうので、ここの部分はですね、明瞭度
ですね、ライトルームの使い方でいうと明瞭度を少し乗せてあげると、そしてシャープ、この2点乗せてあげるとだいぶこう感じがですね、ピント絞ったような感じにと同じぐらいの感じに出ます。で、距離感がありますので、決してそのそんなに下の方もボケてるわけではないですし、上の方もボケているわけではない、ということで全体にピントも合わせて、再現もできるということになります。この写真はプラス1補正をしていますね。このようにして、写真を撮るということも、まあ、面白いんではないかと思いますね。さらにもっと心象的に表現をするという意味合いで言うと、まあ、工場夜景というと必ず撮られるようなこういう引き込み線ですね。引き込み線、クリアに写すのも面白いんですが、あえてこういうふうにぼかして表現をしてみるというのも面白いと思いますね。こんな感じにしてですね、撮影するのも面白いんではないかと思います。この時に色温度を調整をしてみると、こういう感じになるんですけども、こういう感じがいいのか、それともナトリウム糖の感じ、そのままナトリウム糖の感じを少し出していくのか、もしくはこれを少し補正しながらナトリウム糖の感じも若干残しながら表現するというような感じでもいいと思います。まああまり赤みがあるとイメージとしてちょっと面白くないので、このぐらいの感じの方が少し残す程度のレベルに、こちら側のですね、ナトリウム糖の感じを少し残すような程度のレベルにしてみるのも面白いと思います。まあ、このような状態にしてですね、さらにもう一つ処理をします。それは、まあ、そのもっとボケを強調してしまうということですね。まあ、そして、出来上がったのがこの作品ということになります。心象的な表現ですね。こういった心象的な表現でですね、工場夜景を撮ってみるのも面白いんではないかなと思いますね。はっきりくっきり映すのも面白いんですが、まあ、あえてその工場夜景の感じをですね、このような感じで表現するのも面白いと思います。ぜひ、レンズ開放シンデレラレンズといって 50mm の 1.8 のレンズもそうですが、 50mm の 1.4、まあ、1.2 のレンズもありますが、そういうレンズを使ってですね、ぜひぼかしをうまく使った表現、これもやってみてはいかがでしょうか。通常の見る工場夜景と一味違った作品ができると思います。参考にしていただければと思います。